にログインするときに指紋認証でパスワードを入力してくれるようになります。こんにちは、ソルトです。今回は Google Chrome の便利機能を3つ紹介していきます。1つ目は全て閉じるが良い、2つ目はタブの切り替え、3つ目はパスワードの保存となっております。最後までご視聴よろしくお願いいたします。皆さん、標準ブラウザをサファリでなく Google Chrome に変更していますか？まだサファリを使っている方は今すぐ Google Chrome を Apple Store でダウンロードしてください。ダウンロードはもちろん無料です。それではまず便利機能を紹介する前に Google Chrome を標準ブラウザにする設定方法を紹介します。まず設定を開きます。次に Chrome を押します。次にデフォルトのブラウザを押し Chrome を選択します。これで設定は OK です。これでインターネットを検索するところでこのように Google Chrome で検索することができます。前置きが長くなりましたが、それでは便利機能の紹介をしていきます。1、すべて閉じるが容易。以前の動画でサファリの便利機能を紹介したのですが、その時に紹介したタブをすべて閉じるを Google Chrome では容易にすることができます。サファリの便利機能を詳しく知りたい方は右上のカードから飛んで見てみてください。方法はすごく簡単で、右下の数字と四角の大マークを押し、タブの一覧を表示させて、左下のタブをすべて閉じるを押すだけです。間違えて消してしまった場合は同じところに元に戻すが出ているので、押すと消したタブが表示されます。上の右のこちらのマークを押すと閉じたタブの一覧が出てくるので再度復活させることができます。閉じたタブの履歴を消したいときはこちらの全履歴の表示を押して履歴を表示し、右下の閲覧データを削除を押し、閲覧履歴にチェックマークをつけて一番下の閲覧履歴の削除を押せばすることができます。2、タブの切り替え。タブの切り替えなのですが、この右下の数字と四角のマークを押すとタブ一覧を表示し切り替えることができるのですが、もっと簡単な方法があるので紹介していこうと思います。その方法はこちらの URL のところを押しながら右にスライドさせるとこのように切り替えることができます。 URL のところをスライドさせないとこのように戻ってしまいます。 3. パスワードの保存。僕が Chrome に切り替えたのはこれがあったからです。これめちゃくちゃ便利なんですよね。サイトとかにログインするときに ID とかパスワードとか入力するじゃないですか。 Chrome はそれを保存してくれます。それでは保存方法と使い方です。ログインしたときに出るこちらの保存を押すと、次にログインするときに指紋認証でパスワードを入力してくれるようになります。指紋認証以外でもこちらのマークを押すとパスワードやクレジットカードの番号、住所を呼び出すことができます。また違うサイトでもパスワードと ID が同じときはこちらの鍵マークを押し、他のパスワードを押すと外部サイトで登録しているパスワードの一覧を表示することができ、押すと入力してくれます。これで面倒なサイト登録時の入力を省くことができます。これだけでも Chrome に切り替える価値があるのではないでしょうか。いかがでしたでしょうか。今回は Chrome の便利機能を3つ紹介しました。これを見て Chrome に切り替えようと思っていただければ幸いです。最後のパスワードはすごくおすすめです。時間効率を上げてくれます。この動画が良かったという方はグッドボタン、これからもこのような便利な設定を紹介していくのでまた見たいよという方はチャンネル登録お願いいたします。コメントをいただければ順次返信していきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。